ということで皆さんこんにちは。こんにちは。今日はハルデンベルグついにですね、待ちに待ったサーキットイベント、こちらです。じゃ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 ーん。あれちょっと待って、18番ピットに直接来いってことになる。うわやばカウンタック贅沢集行ってもらう。やばいやばいやばいやばたん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 。これねめちゃめちゃ貴重。クアトロバルボーレっていうのはいっぱいあるんだけど、5000の S はなかなかいい個体がなくてさ、これいやもともとの台数が少ない。世界でどうやろ2、300もないと思う。非常に貴重な個体ですねこれ。ハルデンさん、はい、テンション高めです。いやすいません。そう来ましたですよ。今日はねランボギニジャパンクラブの初イベントですね、富士スピードウェイ。あのランボルギーニオーナーでもいろいろね審査がありまして、その審査に通った人のみ、入会できるというなかなかね貴重な会に僕も無事ね参加させていただくことになりまして、会長の板倉さん本当はありがとうございました。はい、という僕の解説を聞いてますか。後ろも映えてるから。ああそうですね、じゃあ僕の解説は無視で結構です。はい、僕いつもここでギャグ言いますのでよろしくお願いします。はい、すいません、小学生2人で。はい、いや、ああ2人、ああ。やばすぎます。さすがカウンタック、ドアが開いた。なんかみんなで一斉に今から、18番ピットでまず写真撮影があるそうです。ちょっと一人ガチサーキット仕様にしてる俺って草。あ、閉める閉める。はい。あ、ハルデンです。わざわざすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれちょっとアップしよう。あ、顔ぼかし入れますので。海老蔵さんです。あのツイッター界では超有名な海老蔵さん。ありがとうございます。よろしくお願いします。500万ぐらい入ってるんですよね。取れた。ありがとうございます。かっこいい。手袋はちょっとあれですけど。いやーいいですね。あ、もうこれ完全に燃えないやつです。さあ今準備をしてこれからパレードランです。あ、後ろからカウンタック来た。後ろカウンタック来た。ラッキーカウンタック。大丈夫。ここはもういい、思い切りつくんだよ、ここ、こうやって。なんでやねん、こんだけ遅かったら全然怖くない。で、ここはだいたい真ん中をこう走りながら最後の方にクリップに寄ります。最後この辺がクリップかな。ここからアウトにずっと、もうこっちに行くような感じ。これ一番好きだぞ、ダンロップコーナー。手振ってあげて。名古屋の YouTuber 超有名だよ。一回オファー出したことあるわ。
あでもね乗り気やった、でも今スーパーカー出したからって伸びるもんじゃないから、いろいろ慎重に考えて買おうっていうのと、皆さん、M さん、お疲れ様でした。